それじゃあ借りてくもおっちゃん。ありがとう、ウモンさん。おお、船旅楽しんでこいも。世界中こんなに近くで見るのは初めてだよ。俺もここまで近くに来たことはなかったけど、さすがにすごいな。すごい流れだね。落ちたら助かりそうもない。来たのはいいけど、どうやって向こう側に行ったらいいんだ。ねえホムラ、ホムラに、ん？逃げて、レックス！ここにいちゃダメ！逃げろって、どうしたんだよ、いきなり！ホムラ、みんな、ここです。大丈夫？ええ、私は大丈夫です。みんな無事みたいだね。しかしまたとんでもないもんに飲み込まれたもんじゃの。ここどこだもん。インビディアのアルスの内部じゃよ。もも見ろ。なんだか気味悪いところだもん。俺たちもああなっちゃうのか。よしなよ、縁起でもない。皆さん、出口を探しませんか。インビディアの町は背中の方にあると聞きます。なんとかそこに出ることができれば。そうだね、こんなとこ早く出ようよ。あそこ、ん？
今何か光りましたもん。誰かいるですもん。まさか見間違いじゃないのかい？見間違いじゃないですもん。ふわふわっと動いてましたもん。ふわふわっとか、人玉だったりして。よしなよそういうの。なんだニア、怖いのかよ。くだらないって言ってんだよ、子供かよ。やっぱ怖いんだ。そっか、ニアは人玉が怖いのか。うっさいなって。あれ、ホムラは？え、ホムラがいない。え、さっきまでそこに。ホムラ？ホムラ？呼びました？うわあ！何やってんだよ！やめろよそういうの。何って、向こう側をちょっと確認に。どうしたんです？なんだよ。いや、別に。くそー！おお、ずいぶんと明るくなったわい。花もお手伝いしますもん。もっと明るくなったもん。ホムラも花も便利だね。それに引き換え、うちの白子と来たら。面目ございません。さあ、こんだけ明るければ怖くない。出口を探すぞ。うわー！